How's it going? It's Hiro Good morning, good afternoon, good evening, good night. I'm still alive. But my muscle's heavy disease. It's so bad. It hurts very much. Yeah. So, uh, today's theme is golf. Yeah. Golf is a very, uh, famous sport in the world. Sorry. Uh, today, this is Japanese language only, too. Always. I'm sorry so if anyone can please translate to japanese language uh, so at first uh i love the golf uh now uh and so so but uh i played golf uh maybe about 30 years ago for about only only seven months <laughs> only seven months i played golf yeah uh, because of uh, i live in hokkaido yeah because of snow okay my best score is 101. 101. 100.01. It's good or not? I don't know. Japanese start! Sate the most important thing is that golf, shh, 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 なんか YouTube 見てたらみんなゴルフやって楽しそうなんでもう僕も当時30年前思い出して少しだけ話します。最初に言っておきます、えー、北海道は雪があるので大体多分そうですね、えー、と30年前の4月から11月までのたった ただ見るのは好きでね全特に全英オープン好きでしたはいなぜかっていうとより自然に近いからですで僕のベストスコア7ヶ月やって18ホール101惜しい あと2打で100切った。で、雪降ってやめました。これっていいの悪いの分かんない。で、さっき英語でも言ったんですが、7ヶ月間しかやってないんですけど、あ、でね、ああの、僕、ハマり症じゃないですか。あの、アホみたいに。あのね、週3回、 えー、CD レンタル屋の僕幹部やってたんですがその先輩2人その先輩2人も音楽やってて曲作って歌歌ってアレンジできる人でしたがその3人で週3回早朝ゴルフ行ってました7か月間だから大体いい4時ぐらいかな朝午前4時 で当然キャディーさんいないカートないだから自分らでバッグ持って18ホール歩くんですよで安いの朝とにかく当時バブルス絶頂期ねゴルフ大人気ただ僕らの給料幹部いくらだと思いますえっ、ー、とね月収ね 15万から20万いってないボーナスなし時代に逆行してるねみんな物買う時代にレンタルやってたからそんな貧乏まあ僕は貧乏とは思わなかったんですがそんな僕がゴルフ普通にできるわけないだって当時30年前でも昼行ったら1万取られたからね 普通に。飯食ったらもっと。で、早朝いくら買ったら3、4000円です。はい。安いでしょだから、朝起きて早朝行くんですよ。それをね、7ヶ月間やってて、プラス、あの、僕一番バカなので、本買って、えー、家で、 の外で滑りやって飽き足らず地下鉄に乗って一人ででっかいゴルフバッグ抱えて打ちっぱなしに週1回2回行ってましたねまあそれは12ヶ月でやめましたさすがにとんでもない目で見られるんでねいくら札幌の地下鉄とはいえ混んでるからね夜。 一人ででっかいゴルフバッグ持って打ちっぱなし行ってました。はい。で、当時僕のゴルフバッグは僕、グレッグ・ノーマンっていうオーストラリアの選手が好きで、ものすごい力強い方なんですが、その方がね、なんだっけ、サメ、シャークって言われてたのかなで、僕なんか勘違いか知らんけど、僕のゴルフバッグ、 白と黒でした。シャチなんですよ。見た感じ。お前それシャチだろってみんなに言われました。はい。で、もん、で、全部ね、高いからとにかく安いの揃えたの。30年前。で、中身は1番アイアンから9番アイアンと、 えー、ピッチングウェッジとパター2本と、うーんと、3番、なんていうの、ウッドだけ。さて、ゴルフやってる人、サンドウェッジないんですよ。買えなかった。っていうかね、日本のゴルフ、まあ、特に北海道、砂硬いんで埋まんないんですよ。 だからまあピッチングでいいかなっていう僕の考えです。はい。でそれでベストスコア101ですね。でちなみにショートホール3ですね。ミドル4。えー、ロング5。それぞれでパーバーディー取った。という感じですかね。で101の時はね、お前今日100切れんぞなんて言われて。 やっぱ18ホール持たんかったなメンタル最後やっちゃったうんで101でしたで僕の必殺技2つ今ぶっと思い出したんですがえ1つ目パッティングアプローチと2つ目左フックランナウェイこの2つが僕の秘密兵器というか バカ兵器ですパッティングアプローチっていうのは例えばグリーンまで15ヤードとかの距離だとしましょうか10ヤードそしたらあのパッティングの時と全く同じ構えでアプローチ打つんですよわかりますかねゴルフやってる人分かってがっちり腰落として パッとする気持ちで、あの、アイアン打つんです。そしたら意外と乗るんです。はい。もう一つ、左フック、ランウェイ。これはですね、あの、腰の使い方なんですが、僕が編み出したんです。これ先輩もびっくりしてました。あの、腰をね、先に回すと、 あの上半身後からついてくるんでフックになるんですよ。で普通の人、野球やってる人にありがちなのは逆。えっ、ー、と、どっちだっけ右に行くんですよね、確か。だから、例えば目の前に木がありました。それを避けて、どうしても、あの、フェアウェイに乗せたい。という時に、その木をね、えー まともに打てないんで横を向いてそれでも少しは前進させたいので超左フックを打つんですよ、ね、つまり腰を思いっきり先に回してから超後に上半身ついてくるっていう邪道ですよ打ち方やったら超フックして前に進むという。 そんな技二つ持ってました。ごめんなさい。左フックラナウェイは全く体の使い方が逆でした。先に上半身だけ打って、で、腸後から左腰がついて回るという、確かそれで超フック、左フックになるはずです。 だから、野球選手の方は右が多かったんじゃないかと思うんです。まあ、僕バーだからいろいろやるんですよ。基本はもちろん知ってましたし、やりましたよ。その上でです。じゃあ、こうしたらこうなんじゃないでいろんなの試して今思い出せるのはその2つです。 さてで、えー、月1回ふ、えー、月に一遍あの普通のホールで1万円払ってなけなしのお金でアップダウンの綺麗なゴルフコースにも行きましたしオールパー3も行きましたしまあ何十回行ったんかな7ヶ月で。 そんなゴルフ人生でございました。で、えー、最後まで僕サンドウェッジ買いませんでした。で、1番アイアンも練習しましたので、えー、5番アイアンって、あの、ごめんなさいね。僕にとってはすごい楽なアイアンなんです。感覚として。真ん中なんで。で、 あのこれは、まあ、皆さん知ってるかなゴルフやってる人。あの最初のうちってみんなドライバーを飛ばしたがるじゃないですか。でもね意外にドライバーって飛ばないんですよ初心者だから本当の初心者はパッティング以外全部5番でやった方がスコアは上がるよ っってて言われた記憶があ1回やろうかなと思ったけどもったいないじゃん1回がだからやってないんですが今だったらやってみたいなと思いますただね足がもう動かないんで無理ですけどで当時30年前のゴルフクラブは「人に優しくない」「おいお前が俺に合わせろよ」っていう厳しいクラブばかり。 なので、まあ大変でした。今いいね。ボールもよく飛ぶし、クラブも親切設計。僕らの時代は、本当にゴルフが、おい、お前俺で打てんのか、こら、っていう感じでしたね。それで101なんで、許して。ね。さあ、そんなこと、あ、で、あと最後に、 当時僕日本では青木功さんの大ファンでしてまだ現役だったので北海道のえっとね千歳かなでやった全日空オープン ANA ですねに生で見に行きましてテレビ中継生中継で青木さんについて回りましたでなんとその時僕2 5 6で初めてテレビで 抜かれたんですよ僕いや嬉しかった何回もで録画してたので何回も見ただからテレビ出たい人の気持ちすっごいわかるその後僕タレントになるんですけどローカルですがでねえー、あっ僕のファッションの唯一許せない外せないポリシーポロシャツを着たことがないんです僕。 嫌いなんですなぜかでもゴルフはやっぱポロシャツじゃないですかどうしたかっていうとあの古着屋というかロック系のあの服屋行ってちょっと襟が立った真っ黒いジッパーのなんかそのロックの。 襟がちょっとたった系のやつ着てごまかしてました。以上です。では皆さん、これから様々いろいろ起きますので気をつけてじゃあねー。Thank you. Bye.